在神戸パナマ総領事館はパナマが日本の兵庫県神戸市に設置している総領事館である。1904年1月7日、日本とパナマの間で外交関係が樹立される。第二次世界大戦前に在神戸パナマ領事館が設置されたが、1931年6月に領事館が閉鎖された。両国の国交は大戦の影響により途絶えたが、 1953年2月20日に外交関係が再開された。その後、遅くとも1959年までに神戸の領事館が再開されている。戦後しばらくの間、神戸市中央区の旧ヒルトン邸がパナマ領事館となっていた。現在は領事館ではなく総領事館となっており、中央区境町のビルに入居している。 2001年から2008年までの間は、神戸に常駐する唯一の総領時間であった。また、1995年から2001年及び2008年以降、に関しかない神戸総領時間のうちの一間となっている。郵便番号650-0034兵庫県、神戸市中央区警庁71山本ビル7階、福井県、近畿地方、中国地方、四国、 九州、ありがとうございます。